今日は上空が不安定らしく、午後にもしかしたら雷雨が。この辺りでしか取れない石、恐竜とかが生きてる時代から全然変わってない木。おはようございます。いやー、晴れた。じゃあ今日のルートですね。今日はまずこの亀岡駅を出発したら、昨日行けなかった桜天満宮に行きます。その次がスプリングス日吉、少しだけ寄ります。その次が国道477号、桃井別れ、これひどい道と書いて国道の方ですね。そのまま477号を進んで桃井峠を通ります。その次が佐賀鳥居元伝統的建造物群保存地区寄ります。その次が嵐山高尾パークウェイ、ツーリングルートですね。その次が国道162号周山街道、ここが 81.8 キロ、ツーリングルートです。そこの途中に三山かやぶきの里というところがあるので寄ります。その次が福井県に少しだけ寄ります。モホロビチッチフレン族面というところ、地学スポットがあるんでそこ寄ります。その次が福井県道京都府道1号、ここがツーリングルートですね。その次が由良川、ここが電車の鉄橋が見える場所ですね。その次が天の橋立笠松公園、これは天の橋立を上から見れる場所ですね。その次が丹後半島周遊道路、ツーリングルートですね。その途中に道の駅船屋の里稲っていうところがあるのでそこ寄ります。もう一つ氷ヶ岬先端展望台、ここも寄ります。その次が琴引浜、ここが泣き砂の場所ですね。その次が昇天峡、ここがチリスポットですね。その次がホテル。今日は距離が長いけど、おそらくそこまでスケジュール的にカツカツではないと思うんだけどな。ただいまの時刻が8時31分です。よし、じゃあ行きましょう。これをまず左、OK。このホテル、バイクに厳しい。昨日ちょっとだけ止めた駐輪場、この左のとこ砂利、あんなとこに止めておきたくないよ。はい、あの駐輪場に一旦は止めたんですけど、いやーすげえ不安だなと思いながら駅の方行ったら、駅の方でも止めれる場所があったんで、有料ですけどね、そこに止めました。ホテルの敷地内にバイクを止めたくない。ホテル、バイクでも車でも駐車スペースって変わんないのにね。こうやってこうやってこうやって行くと砂利の駐車場があるので、そこに止めてください、えみたいな。で、砂利のところに、まあ、止めるのはいいけど、スタンドの下に敷く木の板とか、なんか鉄板が欲しいんですけどって聞いたら、あ、少し探してみますって言って1分くらい待ったら、ありませんでした、ないのみたいな。板とかないのにバイクを砂利のところに止めさせるホテル、しかもあんな暗いところにね、周りなんもねえし、防犯カメラすらないし、やだよ、あんなとこ止めたくないよ。ホテルの敷地内だったとしても何かあっても責任は負いませんっていうことなんだけどね、え、それでもホテルの建物の敷地に止めてあるか、あんな真っ黒な周りなんもない砂利のところに止めるかってね、セキュリティ面でだいぶ違うよね。なんで車とバイクの
扱いがこんなに違うんですかって聞こうと思ったけど、もうそういう駐輪場所を指定されるくらいだから、ろくな答えが返ってこねえだろうな、そうすると気分が良くなくなりそうだなと思ったんで、あえて聞かなかったですけど。いや、ないわ。客室は、できたばっかりのホテルだから綺麗でした。綺麗だったんだけど、お風呂がね、独特でしたね。ホテルによくあるユニットバスじゃなくて、家庭用の一番小さいユニットバスみたいな感じで、浴槽がね、すっごいちっちゃいんですよ。浴槽にお湯を張るための時間がすげえ短かったんですよ。すごい湯量が出てるんだなと思ったら、容量が少ないんですね。深さはある程度あるんだけど、なんかね、面積が小さいっていうかね、すっごい縮こまって入らなきゃいけないみたいな浴槽でした。バイクがいっぱいいる。バイク、バイク。で、朝食はこんな感じでした。小さいおにぎりがいっぱいあって、いろんな種類が選べましたね。で、感染症対策でビニール手袋をして取ってくださいっていうことだったんですけど、バイキング形式で。そのビニール手袋がね、すっげーちっちゃくて、大変だった。私手でかいからさ。これ、おー、左ほい。今日の天気は、今は晴れてますね。でも今日は上空が不安定らしく、午後にもしかしたら雷雨がちょろっとだけあるかもしれないという予報でした。なので一応カメラ防水処理してあります。なるべくこれしたくないんだけどね。なんでかっていうと、録画開始、録画停止の音がすごく聞き取りづらくなるんですよ。音が出てくるところ塞いじゃってるから、突然録画が終わったり電源が切れたりした時にテレレンって言うんですけど、その音が聞こえないから、自分が意図しないタイミングで撮影が中断された時に気づかないっていうね。そう、それで昨日の映像を確認したんですよ。そしたら、奥琵琶湖パークウェイの終わりあたりから天井川のところまでが消えてますね。なくなってる、なくなってるっていうか、録画されてなかった、電源が落ちてた。なのでメタセコイア並木とか天井川に着いた時にうわーって言ってんのが、まるまる録画がされてなかったっていうね。おっと、これを右。この桜天満宮っていうところなんですけど、お、行けんのかこれ。行けるっぽい。ここはですね、日本でここでしか取れない石が取れる場所です。その先行けないってなってるから、ここ止めていいのかな。ちくら、ここ止めて見に行きましょう。日本でというか世界でここにしかない石があるんですよ。確かこっち側。お寺。あ、本当はそっちから登ってくるんだ。桜石と桜天満宮。桜石は自然が作り上げた日本を代表する貴重な鉱物で、国の天然記念物に指定され、日本の地質学会によって京都府の石に選定されました。
見学で入山される場合は必ずお寺の許可を得てください。桜井氏は泥質岩にマグマが貫入して熱変性作用を受けてホルンフェルス化した際に様々な鉱物が再結晶化したものです。そう、世界でこの辺りでしか取れない石で、この山の中とかに行けば転がってるんですけど、もうだいぶ見つけるのが難しくなってるそうです。なんでかっていうと盗掘されすぎてるんだって。桜井市っていうのがあるらしいよって人が来て、うわー綺麗っつって持って帰っちゃうんだって。あとは世界中でここでしか取れないから、ここで取って売っちゃうんじゃない。私はつくばの地質標本館に行った時に桜井市展示してあるのを見ました。写真も撮りました。こういうやつです。断面が桜っぽい金太郎飴みたいな感じなんですよ。桜井市、京都府の石、京都府の石っていうかもう日本の石って言っていいんじゃねえか。なんかね、鍵が回りづらくなってるんですよ。よし、じゃあ次スプリングス日吉行きましょう。ここ怖いよ、降りるの。一気に行かないと。ほっ、よし、思い切りが大事。一本橋もそうだし、さっきのいきなり急な坂に横から入るっていうのもそうだし、躊躇するとダメだね。これを左、じゃあこれを左、 OK。 はい、筑波の地質標本館はね、以前の動画でも言ったけど、あれはね、皆さん行った方がいいよ。面白いよ。1日じゃ足りない。しかも無料、しかも飲み物が安い。小さいお子さんがいらっしゃる方はね、三層圏っていうすげえ広い敷地の中にあるんだけど、地質標本館の隣に科学館があるんで、そこ行ってみると面白いかもしれませんよ。大人が見ても面白いけど、主に子供向けらしい。私は行ったことないけど、そこも入場タダです。国の施設だからね、科学館も、あと地質標本館も。あともうちょっと離れたところに JAXA がありますよ。宇宙関係の JAXA、 人工衛星の見本、すげえでかいやつとか、あと本物のロケットとかね、外に展示してある。私は行ったことないけど知ってはいる。地質標本館の1階の入り口入ってすぐ左の部屋に各都道府県の石があるんですよ。京都府は桜井石とか、山梨県はね、なんとか水晶、ハートみたいになってる水晶、あと年代ごとの化石とか、化石って言っても恐竜とかじゃないですよ、まあ、葉っぱの化石とか、メタセコイア、あ、昨日それの説明もしたんですよ、録画されてなかったけど。メタセコイアっていう木はずっと昔からあんまり変わってない木で、数億年前の地層から今のメタセコイアとほぼ同じ葉っぱが出たりしてるんですよ、葉っぱの化石。だからメタセコイアは生きる化石って呼ばれてるそうです。シーラカンスみたいだね。恐竜とかが生きてる時代から全然変わってない木、メタセコイア。だからメタセコイア並木とか行くと、あ、恐竜と同じ木を見てるんだなみたいな、そんな感じ。
この道路ガタガタしてる。ガタ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 。国道477号と372号。今向かっているスプリングス日吉っていうところは、ダムの下にある道の駅ですね。そこで2017年だったか2018年にステッカー配布会やったんですよね。その場所をちらっと見たいなと思ってルートに組み込みました。南端市へ入りました。時刻が9時11分です。気温は手元で 17.9 度、もうちょい低いかな、16度ないぐらいです。いや5日目か。でもまだ折り返しじゃないっていうね。これを左、九中度、クチウド、へえ、すごい交差点の名前なんだな。あと12キロ、結構遠かったな。今日の天気が少しだけ雷雨があるかもしれない、ないかもしれない。で、明日からはもう雨予報ないですね。10日間天気予報を見ても雨の気配がなかったので、こっから大きく崩れるってことはおそらくないので、雨になったとしても小雨とかその程度だと思いますね。前の車左後ろだけ空気パンパンで、前の2つと後ろの右側空気めちゃくちゃ少ない。これを左、空気入れた方がいいですよ。はい、左。皆さんタイヤ交換の時窒素って入れてますか？私は入れてないんですけど、で入れたこともないから効果もわからない。空気が抜けにくいって言いますよね。窒素は抜けにくいけど空気は抜けるっていうことなら、空気をずっと継ぎ足してればある程度窒素の割合が高くなる。逆に考えるとそういう理屈ですよね。実際どうなんでしょうか。私は窒素だろうがなんだろうが抜けていくと思うんですが、私の中では水素水と同じ仲間なんですが、窒素充填、あとシリカとかね、飲むシリカ体に良さそうっていうだけですからね。科学的に体にいいことが何も証明されてないっていう、体に必要なものっていうリストがあるんですけど、その中にシリカっていうのはないんですよね。だからシリカを飲んで悪いってことはないけど、いいってこともないっていう、科学的にはね。そういうのって割とありますよね。ホットイナズマとかね、バイクのパーツだと。ホットプラズマだっけ？オカルトパーツ。ないよりはあった方がいいのかもしれないけど、なくてもいいっていう。コストに見合ってないっていうね。